クローゼー諸島の位置クローゼー諸島。クローゼー諸島は、インド洋の南にある、フランス領の諸島。マダガスカルと南極大陸のほぼ中間点にあり、行政的には、フランス領南方、南極地域の一部である。クローゼー諸島の地図クローゼー諸島は、インド洋の南、統計50度33分から52度58分の、範囲に位置している。この諸島は2つのグループに分けられる。 一番大きな島はポセッション島で面積は150平方キロメートル。ついでレスト島コション島などの島がある。標高は800から1000メートル程度である。最高地点はレスト島のピックマリオンデュフレインで1050メートルである。この諸島は火山起源で880万年前の玄武岩が見つかっている。クローゼー諸島は氷河には覆われていない。 年間降水量は2500ミ、mm、リメートルで、年平均300日は雨が降っている。そして時速100キロメートル以上の風の日が100日程度ある。気温は夏には摂氏18度程度まで上がり、冬には摂氏5度程度まで下がる。欠片の気候区分では CFC に該当する。ポセッション島の東海岸近くに科学研究施設のアルフレッドホール基地があり、 そこに18人から30人の研究者が入れ替わりに在住している。有史以来の無人島であったクローゼー諸島を最初に発見したのはフランス人の探検家マリオン・デュフレーヌである。彼は1772年1月24日にポセッション島に上陸しこの諸島をフランス領と宣言した。諸島の名称はマリオンの副官ジュリアン・クローゼーに由来する。19世紀諸島。 この諸島には多くのアザラシ狩猟者が訪れた。そして1835年までにはアザラシはほぼ狩り尽くされた。その後、この島の周辺では捕鯨が行われた。クローゼー諸島周辺ではたびたび船が乱破した。1821年にはイギリスの軍艦プリンセス・オブ・ウェールズが沈み、生存者はこの諸島で2年間過ごした。 1887年にはフランスのタマリ号が難破し、乗組員は古今島に取り残された。彼らは海燕の足に手紙をつけたスケを求めた。それは7ヶ月後にフリーマントルで発見された。しかし、乗組員は結局助からなかった。というのは、この諸島周辺では難破が多いため数年に一度しか救援の船が送られなかったからである。 フランスは当初はこの諸島をマダガスカルの俗領とさせていたが、1955年にフランス領南方、南極地域の一部となった。1961年に最初の研究施設が作られ、1963年には常設の施設が作られた。ポセッション島のペンギン繁殖地、クローゼー諸島には4種類のペンギンが生息している。最も多いのはマカロニペンギンで、 他は、キングペンギン、岩飛びペンギン、ジェンツーペンギンである。他には、南ゾウアザラシや、ウミツバメ、アホウドリが生息している。クローゼー諸島は1938年から自然保護区域になっている。ありがとうございます。